So I think the when Wizard of the Coast create all the energy cards, they just went too deep in the strategy and the archetype. So I think they underestimate the power level of the cards they print. The thing is, the set will arrive after Kaladesh, where like I think underpowered compared to these cards. Attune, it make all the cards you play after so strong. When you play Attune turn 1 or when you don't play it, it's not about only fixing. It's the 2 extra energy you get, it just increase the power level of every card, and just remove this card makes all the rest of the card little less powerful. So I think it's a good choice for Rogue Refiner. Well, they just want to make sure we will little stop with the energy strategy. So double 2 cards just make sure it's not dominating so much in the future. そうですね、霊気との調和が、エネルギー霊気を一番安定させた、かつ多色にさせていた、まあ、原因だと思うので、霊気との調和の禁止はとても賛成です。個人的にもずっと禁止になるだろうなとも考えていました。で、ならず者の生成屋の方は、個人的には、霊気拠点の方を禁止にするかなというふうに考えていたのですが、何に対しても常に万能な。ドローとエネルギーとサイズという形でティムルエネルギーをトップメーターたらしめていたカードの1枚なので、今後のメタゲームを、新しく作っていく上でも、まあ、割と正当な理由なのかなというふうに考えています。個人的にエネルギーデッキというのはかなり、突出したデッキだったと思うので、禁止カードが出たのはちょっと仕方がないかなと。ここから禁止カードを出すとしたら僕も2枚以上は出すかなというふうには考えてました。1枚だけ禁止にして、やっぱりその結構強いもエネルギーデッキが残ってしまったのが最悪の結果だったと思うので、霊気との調和に加えてもう1枚禁止カードを出すのは仕方がなかったのかなと。ただもう1枚何を出すかは難しいんですけども、霊的な核となるならずもの生成屋を禁止にしたのは賛成です。霊気拠点や、道路の召使いといったカードを残したことで、また違った形のエネルギーデッキの、可能性が残されていると思うので、最適な禁止だったんじゃないかなと思います。I think the ban of Ramuna Prey is very good and very smart. It's an aggressive deck, but he has too many utility lands that make him like so powerful even in late game, and he can't, even if he draws land, he could be the 5th land to activate this and have reach with the land, so it was so strong point for this deck. I did not understand the ban of Ferocidon because it was 50% of the time a sideboard card, not useful in every matchup. If they ban Azeroth, I'm not sure Monored survives, so they didn't want Monored to die. If they ban Azeroth, I'm not sure Monored survives, so they didn't want Monored to die. So they keep Azeroth for that, and I'm not sure about this ban of first, you know. Maybe something else would be better. ラムナプの遺跡は今のラムナプレッドが、まあ、強い最たる理由の一つでした。盤面がどんだけ構築しても、土地だけでダメージを与えられる。しかもいくら土地を引いてもそれが全部ダメージに変わるというところで、もう長期戦から短い短期決戦まで常に強い、個人的に大賛成です。ただフェロキノンの禁止はどうかなと思います。理解はできるんですが、まあ、せっかくね今回新しいセットで白の2マナのエンチャントでね、除去が入ったりとか、まあ、しますし、赤玉を予約するっていう意味では個人的にはちょっと微妙だと思ってますね。もし、神話レアを禁止にしてもいいんだったら、僕、反撃の先導者チャンドラの方を禁止にすべきだったと思います。あのカードがコントロールを殺していると僕はずっと考えてます。はい、これら2種類のカード僕はもう使われてばっかりだったんで嬉しいの一言につきますが、まあ、ラムアップの遺跡は正直赤マナが出なくても使われたんじゃないかなと思うレベルのカードなので、まあ、赤マナが出たっていうのはちょっと強すぎた原因だったのかなというふうに思います。もう1枚のフェロキドンに関してなんですけど、やはりサイドボードカードで、赤タンにはライフゲインのカードが強いとされているんですけど、そういったカードを意味のないものにしてしまうので、エネルギーデッキがいなくなった後の環境を見越しての禁止だと、次の環境を見越しての禁止ではないかと思います。モノレッドのエネルギー dominates so much the standard since a long time now, since like 8 months or something. So personally, I love to deck build decks and I consider myself as a deck builder. And since 8 months, I feel like there is nothing to find in standard and there is nothing to do. So I was a little sad about this. Now I'm very happy to see there is something new to find and to search. And I'm pretty sure with the new set, there is like deck Merfolk or Vampire will be
much better than before, and for sure the control deck are now... is it lost nothing, and both contenders lost good cards, so for sure control decks have a chance now. So. 今回の禁止改定で、トップメタだったティミルエネルギーとラムダプレッドの2つのデッキが、消滅と言わないまでも、かなりの弱体化をしたということで、今回イクサランの総国で新しく入ってきたカードを大量に使った、吸血鬼やマーホーク、また海賊といったデッキも出てくるでしょうし、これまで2強のデッキにですね、割と虐げられてきた、青黒系のコントロール、あとは機体とかですね、そういったデッキも出てくるので、かなり群雄割拠になるかなとは思います。ただ、今回禁止になったからといってそのティムルエネルギーや赤弾系のデッキが死ぬわけではないので、禁止改定を経てもどれだけ活躍するのかっていうのはちょっと注目したいところですね。はい、禁止に関して、基本的にはやっぱり僕も皆さんもネガティブなイメージがあると思うんですけど、今回メタゲームがリブレスされるというのはやはりポジティブなことで、個人的には黒白の吸血鬼デッキ、新しい黄昏の預言者というカードがあるんですけど、あれとオケチラの火を使った、白黒の吸血鬼デッキを組んでみたいなと思っています。それ以外にも面白いデッキが多分たくさん出てくると思うので、そこには注目してるんですが、ちょっと懸念してる、ところとしては、ちょっと青系のデッキが強くなりすぎないか、青白のデッキだけで見ても、王神、サイクリング、不要と3種類ありますし、ちょっとね、青白系のデッキが強くなってしまわないかなっていうのは心配にしてます。